こんにちは。はい、今日はヒュプスで2万円分の秋冬の洋服を購入したので、そちらでごコーデ組んでいきたいと思います。はい、でフィフスは前にも動画でご紹介したことがあると思うんですけど、定期的にクーポンが出ていて、前回も安く買えたんですけど、今回もさらに安く購入することができたので、そちらを紹介していきたいと思います。スタート。はい、で今日この後着ていきたいと思うんですけど、これからご紹介する商品をちょっと簡単に紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目、じゃん、こちらのトップス、ただの黒のトップス、後で着るのでね、ちょっと今は簡単にご紹介します。黒のトップスが1つと、黒のトップスが1つと、次もトップス、今回トップス多めかな、じゃん、白のタートルネック、これね、なんかサイズ感とかも可愛くてすごい使えそうだなって思います。後ろはねスリットが入ってる。はい、こちらが2つ目です。はい、3つ目もトップス、これね色可愛いんですよ。うん、こんな感じ。はい、じゃんじゃんいきます。次は下ですね、スカート、こんな柄のスカート。はい、こちらもね後で着ていきます。で今回は5コーデ紹介するので6アイテムかな、1、2、3、4、5、6、うん。でアウターが2つ、ちょっとね私タンクトップなんですけど、こんな季節に。次はこれ、こんな形の柄のチェックのロングコート。そう、これね可愛い生地がすっごく、そう、しかも軽いからその疲れなさそう。冬ねコート着てると疲れるから本当に。で次がこれ、またまた私の好きな色、水色のコート、これもロング、そう、これもロングで、これもなんだろう、さらっと1枚で着れるような生地です。はい、こちらを今日は着ていきたいと思います。はい、コーディネートは自分の私物と合わせたり、あとユニクロとザラも入ってるかな今回は、みたいな感じでコーディネート組んでみたので、ぜひ最後まで見てください。こちらです、このタートルニット、かわいい。このなんかここのリブが長いのもかわいいなと思って、首もこれは折らずに、なんだろう、スポッてっていうタイプで、ここ後ろもかわいいんですよ。ここめっちゃ可愛い、後ろにスリットが入ってる感じです。こういうタートルネックは1枚あるとこれからの冬万能に使えるので、ぜひゲットしてほしいアイテムです。はい、アウターがチェックのコートです。の中にザラのワンピースを着てます。はい、こんな感じでシンプルなコーディネートにしました。これめちゃめちゃ、なんだろう、肌触りがいいというか、チクチクしないし、軽いコートなので、肩とかも凝らずに着やすい感じだと思って、いいなと思って購入しました。めちゃめちゃ生地がもちもちで着やすいです。伸びるしストレッチも効いてるから、こんな感じでタポって前だけインしたりしても可愛いかもしれない。うん、これは今ユニクロのジーンズと合わせてます。こんな感じで
と今日は合わせてみました。次、このトップスがフィフスのものです。下は私物なんですけど、トップスこういうのね、めちゃめちゃ使えると思う。なんだろう、ただのリブニットみたいな、こういうのはね本当にねめっちゃいいめっちゃいい、使いやすいからヘビロテするかなと思ってます。この上にコートを羽織っていきたいと思います。はい、私が大好きな水色のコートです。結構薄手なんですけど、薄手で1枚仕立てみたいな感じで着やすい、さらっと1枚で今の季節ぐらいならこれ1枚で出れるかなって感じです。かわいい。中も、中はオールブラックって感じ。はい、次はこれ下のスカートなんですけど、こんな感じのかわいい柄、うん、上はユニクロのめちゃめちゃ無難なタートルネックを合わせてます。はい、このね柄のプリーツスカートはあの柄なので、上にシンプルなものを持ってくれば割と何でも合わせやすいので、1枚持ってるとすごくおすすめな商品です。はい、これだけでおしゃれって感じです。はい、こんな感じで全部で5コーデ紹介させてもらいました。はい、なんか結構ニットとかコートとかスカートとか今回ご紹介したんですけど、ニットとかはもちろん冬には使えるんですけど、私的にただの黒のリブニットというか、こういうのが本当に一番使いやすいんじゃないかなと思いました。めちゃめちゃ使いやすい。今日このまま着てお出かけしようかなって思ってるぐらいお気に入りです。はい、こんな感じで今回もフィフスの洋服をご紹介させてもらいました。で、クーポンとか URL は概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。